はい、皆さんこんにちは、ポールのマイノリティラジオへようこそ。ということで、今日もラジオ撮っていきます。まあ8月も終盤ですが、まだまだね気温は高くて、いろいろね皆さんの水分補給をね絶やさずしないといけないような、まあ、天候気温だと思うんですけども、そう、僕はね、まあ僕はねっていうか、まあ日本人みんなこうお茶がねすごい大好きだと思うんですけど、僕はね結構本当にお茶が好きで、自分でねお茶をこう作ったりとかもします、こう熱湯でね。まあ、その中でもまあ全然コンビニとか行けばいろんなお茶をこう、もうほんと小学生もうずっとねこう飲んできてるわけなんだけど、今日はその中でも特別好きなねお茶ランキングベスト3をね発表していこうかなと思います。うん、緑茶とか麦茶とかジャスミン茶とかいろいろあるけど、もうそういうのも関係なしにして、そうだね、こうコンビニにあるお茶の中で僕が好きなもの3つベスト3をね紹介します。じゃあまずね第3位なんですけど、コカ・コーラの爽健美茶です。まあこれはね本当に何だろう、日本人だったら飲んだことない人はいないんじゃないかなって思うくらい、こう昔からねある、お茶だと思うんですけど、麦茶に値するのかな、うん、でもなんかこうもうね爽健美茶にしかない味がそこにはあるから、なんかねもう絶対になんかこう爽健美茶が飲みたい気分になったらもうそれに変わるものはないから、唯一無二の存在だなって個人的には思います。でね、ホームページを見ると17種の植物素材をね使っているっていうことで、まあこういろんなね玄米、ハト麦、大麦、ドクダミとか、こういろんなね植物がこう混ざってできているお茶が故にこうその独特な味わいを出してるのかななんて思いました。まああとはあのねノンカフェインだから全然こう、例えば昼間にちょっとコーヒー飲みすぎちゃったなとか、こう睡眠不足だから早く寝たいなみたいな時もこう気にせずにこうグイグイと飲めるってとこが良くて、そういうなんか日は絶対爽健美茶飲んでる気がします。うん、まあそんな感じで爽健美茶が第3位でした。じゃあ続いてね第2位を発表します。第2位は伊藤園の健康ミネラル麦茶です。もうこれはね本当に美味しい、あの鶴瓶さんが描かれてる麦茶です。みんなも結構想像しやすいんじゃないかな、あのザ麦茶って感じのパッケージといいますか、茶色っぽいパッケージになってるんだけど、もうなんだろう、どこで飲む麦茶より一番美味しいんじゃないのって思うくらい、この麦茶においてはこれがもうダントツで1位なんじゃないかなと思います。本当に小学生とかからずっとこのお茶飲んでるけど、これより美味しい麦茶をね僕は未だに飲んだことはないです。うん、まあ個人的なこうエピソードとしては、なんか僕の家はね結構こう緑茶とか母親がこう作ってくれてて、それがこう冷蔵庫に入ってたりしたんだけど、こうおばあちゃん家に行くと、僕は小さい頃とかすごいお茶とか飲むからそれ用だったのかもしれないけど、この天然ミネラル麦茶がこうドンと置いてあって、そう、それを飲むとすごいねおばあちゃん家をすごい思い出すっていうのが個人的な思い出です。あとね最近こうコンビニでさお茶買おうと思って天然ミネラル麦茶買うとね、他のお茶より大きくて、あのね 600ml ぐらい入ってるのかな、だから結構こうすごい喉乾いた時とか結構僕ねお茶飲むんで、あっという間にねこう 500ml とかね飲んじゃうから、この麦茶ね量多いから、すごい喉乾いた時とかは、値段も安いのかちょっとわからないけど、いっぱい入ってるんですごいいいなと思うんで、ぜひね飲んでみてください。はい、そんな感じで第2位は伊藤園の天然ミネラル麦茶でした。では第1位をね発表します。もうこれはねもう本当に大好き、サントリーの伊右衛門茶。まあこれはねもう好きな人多いんじゃない、やっぱり緑茶って美味しいよね。もちろんね綾鷹とかもすごい美味しいし、やっぱり緑茶は本当夏は緑茶飲みたいなって日が多いから、麦茶ももちろん美味しいんだけど、やっぱりこう緑茶が飲みたいなってなること多いけど、その中でもやっぱりね伊右衛門茶はね格別に美味しい。そう、創業200年以上の歴史を持つなんか京都の福寿園というところのなんかこう人が激戦して作った緑茶だそうです。もうなんかそういう肩書きだけでも美味しく感じてしまうかもしれないけど、そうだね、なんかあの CM とかすごい思い出すよね、そういういろんなブランディングがあるかもしれないけども、まあ、味もね本当に美味しいし、まあそれはもう美味しいとしか言えないんだけど、最近ねこうパッケージが変わったのがねなお良くて、昔はこう伊右衛門茶っていうと丸いペットボトルで緑色のねパッケージだったと思うんだけど、最近こうね四角くなって、
よりこの緑茶が見えるようになって、こうコンビニでこう透明のさガラスの中覗いた時に、あーすごい美味しそうってなって、もうつい手に取っちゃって、一番買ってるな多分。そう、本当にね、なんかこう美味しいし、なんか冷えてれば冷えてるほどすごい美味しいんだけど、ぬるくなっても美味しいっていうのが、まあこれは全部によるね、お茶のいいとこだなって思います。はい、まあそんな感じで今日はね、コンビニ売ってるお茶の中で好きなものベスト3について話していきました。こうラジオをやるにあたって何のこと話そうかなとかちょっと考えたりするんだけど、こう自分の好きなものをね、こうパンってこう発表できる場っていうのはすごい個人的に楽しいなと思ってます。そうだね、この前はあのドトールのホットドッグの話したりとか、結構本当にマイノリティマイノリティになっているかもしれませんが、あのぜひね、ちょっと面白いなと思ってくれた方や、次の動画を見てみたいみたいに思ってくれた人いたら、ぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。8月ももうすぐ終わりってとこですが、まあいろいろまだまだね、こう気温は暑いと思うんで、こうコンビニ行った際に家もん茶とか見かけたらね、ぜひ買ってみてほしいなと思います。はい、で今日はそんな感じで終わりにしようかなと思います。どうもありがとうございました。おやすみなさい。